こんばんは。なんかいい匂いしますね、この辺。おいしそうな匂いしますね。さくらでございます。よろしくお願いします。桃の雫より抜粋、島崎藤村。1、60歳を迎えて、年若い自分は、私は何事につけても深く深くと入っていくことを心がけ、またそれを喜びとした。だんだんとこの世の旅をして、いろいろな人にも交わってみて、浅く浅くと出ていくことの喜びを知ってきた。温かい国に産する茶は、匂いは高くてもその割合